一度尋ねますけど、なんでいきなり野球？3年生になって就職活動をしているうち、ふと思ったんだ。自分は何をやっているんだろうって。自分の存在価値、自分というものを見つけられるのは世の中の誰かじゃなくて自分自身だけなんじゃないかって。はあ、それで？だから自分がここにいることを証明するため野球をやる。最後意味がわからないんだけど。なるほど、よくわからないけど筋肉を貸してほしいということね。え、そういう話？いいよ、存分に使って。私が育てた腹筋ちゃんがうなりをあげるよ。何これ、今何の話をしてるの？よし、早速練習をしよう。ピッチャーはユカだ。ノアさんはバッターボックスに入って。私が？ああ、わかりました。さあ、練習開始だ。私の筋肉がうなる、うなりを上げる、巻き起こせ筋肉センセーション。何それ？ピッチャーユカ、振りかぶって第一球を投げた！なんで私に？当たっちゃった、ごめんノア。うう、これダメかも。目の前が暗くなって。デッドボール、バッターは一塁へ。いや無理、歩けないから。ノア、ここや、うちはここや。なんで急に関西弁？頑張るんやノア。いや無理だって。あかん、これからや、これからや言うてるやろ。